どうも、皆さん、こんにちは。ブリーチ、暴れりんじ役、伊藤健太郎でーす。そして、ザビマル役の斎藤瑞希です。同じくザビマル役の真田麻美です。ちょっと、ザビマルたちなんでそんなテンション低いんですか、もう。いやまさか、のっけで僕が今噛んだと思いましたか？別に噛んだわけじゃないですよ。噛みましたよ。噛みましたって。ちょっと、はい、動揺してしまいました。その動揺のまま引っ張って、ちょっと可愛いモードに入って、はい。ごまかしきれてなかったと。さすが隠し事はできませんね。あばらいレンジ役の伊藤健太郎です。はい。はい。というわけで、ブリーチのキャラソンが新シリーズ第3弾、こちらが、展開中ということで、ブリーチブレスレスコレクション3。今回は私、あばらいレンジと残白糖たちが担当することになりました。というか、担当しました。はい。つまり、テレビシリーズが残白糖異聞編に突入したということで、その段階から参加していただいているお二人ということですが、はい。でも、あさみちゃんは、あれだよね、別の役でブリーチは出てましたよね。いろんな役で出させていただいてはいたんですけど、でもだいぶ久しぶりに、ね、帰ってきましたっていう感じですね。帰ってきたら残白糖になってたと、はい、いつの間にみたいな感じですよね。はい、はい、そして最後はブリーチ初参戦ですね、はい、これで、なんかオリジナルのエピソードということで、なんか刀ですって言われてどんなキャラですか？刀です。だから、そうなんだと思ったら、猿と蛇がいましてっていう話は聞いて、で最初にどっちだか分かんない感じで来てて、はいはい、でもうちの事務所の人が、さやさん絶対こっちだと思うんですけどって明らかに猿を指してたので、あと真田さんなんで、ああそうですねって言って、真田がこっちやるわけないなって。ああなるほどね。そうですね、その通りです。こう、さやさんが少年系やることはあってもあさみちゃんがああいうグラマラスなお姉さんっていうのは、そうですね、ないですね。それよっぽどのことがないとないだろうって言って、はい、だから結局始まってみたら、まあ、監督から来た言葉が、さやさん、これ、おっさんなんですって。ああ、そうです。あ、そういうことで呼ばれたわけですね。って言って。最初ね、ちゃんとした綺麗なお姉さんで作ったからね。そしたら、おじさんなんでって言われて、あ、そういうこと、あ、わかりました、みたいな。じゃあ、とことんやらせていただきます、みたいな。はい、私もなんか、チンピラなんでって言われましたね。はい、みたいな。はい。つまり僕の残白糖が人間化すると、おっさんとチンピラっつうことで。はい、そういうことです。まあ、猿と蛇っていうことが具象化された部分なんですけど、どうでした？こう、キャラ表を初めて見た時の感想が。いや、まあ、一応、猿だけど人間化してるだけあって、一応、ちょっと面影っていうんじゃないけどね、毛皮だったりとかいうところはあるし、で、性格的にもね、ちょっとそういう感じなのかなと思ったけど、意外となんかちょっと、年寄り臭いというか、喋りとか ね。そうですね。脳ヘビのとか言ってね、なんかちょっと、時代劇チックな人なので、まあ、スルッと、なんとなく、入ったかなって感じはあるんだけど、私はそうですね、やっぱ逆にちっちゃい男の子の雰囲気だったので、なんか、私もそういう意味ではスルッとっていうか、だったんですね。で、逆に、あと、キャラ表を見たらすごいコミカルな表情が、多いね、うちの、はい。うちのシリーズだけ。そうなんです。まあ、確かにね、他の残白糖たちと比べると、割とギャグ担当な方向に今僕たちは行ってる気が。だから、それでいろいろこう、アフレコを重ねていくに従って、あ、そうか、レンジの残白糖だからなんだっていうことが分かってきた。失敬な。まあ、そんな役割です、僕も。はい。はい、意外と、他は割と1対1なところね、うちの場合特殊で1対2ということで ね、はい、まあそんな3人で、曲を歌うというね、そんな形になりまして、はいはい、まあ当然ね、このトークセッション聞いてくださってる方々、曲の方も聞いていただいたと思いますが、ね、聞いて、はい、先にね、トークを聞いてる人もいるかもしれないですけど、あ、そうかも、先に聞いて、曲を聞いてそう、これから曲の話するから曲聞いといてねはい、聞きましたか？はい、というわけで曲の話にやっていこうと思いますが。まあ、1曲目、スカイというレンジの曲なんですけど。めちゃくちゃ爽やかな。これね、最初僕いただいた時に、レンジなんだろうかってちょっと、一瞬ちょっと戸惑うぐらいで。で、これね、今でこそスカイというタイトルですが、はいはい、これいただいた時は、クラウドっていうタイトルで、あれ雲だったんですよ。雲か、さらに。そうそう、ちょっと、一応ね、タイトルというか歌詞の中に、雲のように、みたいなね。で、雲って言うと俺、この、なんつうの、ブリーチの世界で雲っつうと、どっちかっつうと、こう、暗雲立ち込める雰囲気があったから、どうなんだろうと思ってたら、一応まあ、雲のように自由に、ああ、そういうことですかって言いつつ、協議されてて向こうで、あ、伊藤さんすいません、やっぱり空にします、つって。タイトル、スカイって。初めてですよ、レコーディング現場にいて、その場でタイトルと歌詞が変わったって。すごーい
そう。で、僕、あの、歌は基本的に苦手なんで、あの、メロディーとか、ふわりもちょっと変わったりして、もう本当にね、あの、戸惑いの連続の、そんな曲でしたよ。すごいね、爽やかにね、パーって歌い上げてるので。そんな風には。時間ってなって、うん、そこだよね。それは、それは、おうってみたいな、爽やかに歌い上げているというのがあって。まあなんかこんな一面もあるという形で、ね、聞いていただければ、ね、彼の一面はこういうのもあるよみたいなことなんだと思うんだけど、ね、多分このジャケットから想像つかないこういきなりイントロが始まったと思うんですけど、ね、聞いてる人は確かにすっとととんとんすっとととんとえーっていうねまあ楽しんでいただければと思いますが、まあまあメインは何しろねお二人中心にしたあのトリオ曲というか、まあお二人の曲にコーラスで参加させてもらった、ねね、こちらワンダフルということで、はい、これもねまたあの、はい、この二人、うんとはまたイメージの全く違う感じで、なんかね、まあだから結局こうコミカル担当ということがこう、うん、楽曲にも反映されているのかというね、なのかもっとねコミックソングになるかなと思って、うん、逆に言うと、もっとなんかもっとコミックかと、もっとドンちゃんな感じだと思ってたんですね。なるほど。3人でも本当掛け合う感じの、あなんか喧嘩するようなでも仲良しだよみたいな方に行くのかなと思ってたから、あー、ね、こっちみたいな、なんか面白そう、ポップポップと思ってへえ、ここはあれだね、やっぱりその残白刀編から来た2人と、うん、こう数年間今までのブリッジ世界に浸ってる人間との印象の違いってこういうところにあるんだね、なかなか面白いところで、そう思うんですけどもね、あ、まあ、多分一番手あさみちゃんレコーディングしたと思うんですけど、そうですね、うん、どうでしたレコーディング、緊張しましたね、やっぱ一番手って、うん、そういう意味ではすごく、うん、大事なところじゃないですか。なんで私ですかって思いながらこうレコーディングさせていただいて、うん、まあやっぱりちょっと歌うパートだったりっていうのもやっぱりその場でちょっと多少変わったりとか、歌詞もちょっと当日変わった部分もあったので、やっぱりかなりドキドキしながら、あ、はい、あ、はいっていうのを、なんか、歌ってましたね。なるほど。で、才川はどうでした？私、あの、ブリーチのキャラソン史上最短で終わりましてね。すごい。さすが。って言われました。うん、なんか、佐賀さん、最短ですって言われて、みたいな。結構時間かかったと思うんですけど、うん、いや、あの、1時間かかってなかったぐらいだった。マジで ?1 時間ぐらい。そういったら俺多分最長だな。いや、でも森田くんが6時間っていう記録を作ってるらしいよ。いや、きっとね、森田くんはね、こう、こだわってこだわってこだわって、もう脱ぐみたい、暑いって脱ぐみたいな。あの人、冬のアフレコでも T シャツだもんな。もう、でも本当にもう、すごい盛り上がってやって、うん、もう乗って乗ってっていうんで、やったらしいんですけど、うんうん、私、意外と早く終わりまして。そうですね、私も1時間ちょっとぐらいだったんで。あ、なんか、こっちのチームは割と。なんか、多分、割って歌ってるのもあるんでしょ、はい、そうですね、そういうのもあって、なるほどね、割と、うん、サクッとで、まあキャラクターっていうのもあって、うん、きちんとキャラソンって言うとやっぱきちんとキャラクター守りたいってところがあるから、うん、そうだね、守りたいよね、うん、頑張ってる、うん、いやでも本当あのお二人が撮ったのを聞きながら僕歌わせてもらったんで、うん、あの割と完成形のイメージ持ちながら歌えたんだけど、うん、やっぱりあのザビマルで使ってる才賀のあの、うん、低い声で、うん、あれで歌を歌うってのはすごいことね。オクターブ低いぐらいじゃないだって自信的には。そうだね、歌うんだけど、うん、でもあのこれあの歌をあさみちゃんのドーンのあそこで歌うの歌えないのね。うん、逆に高くて、まあ、ザビマルじゃない声になっちゃうもんね。うんうん、あるしで実際あんまり歌いにくいというかやっぱり、うん、っていうのもあって、もうあのそれだったらもう徹してきちっと、うんうんうん、あのこの。